サーモンの短冊を買ってきます。普通はこう短冊をこうやって切るけれども、このように縦に切ります。ここにこう切り込みを入れます。こちら側が花びらになるわけですね。そしてこう巻きます。巻くとすでにもうこうなりますよね。次に重ね合わせて巻きます。そしてこうなりますよね。またこれを重ね合わせてこう巻くと柄ができますので、ぜひやってみてください。今月は3月、この時期はですね、日本人の 25% が花粉症に悩まされているといい、そして今なお増加傾向にありますよね。そこでですね、花粉症について株式会社東海薬局の小木曽管理栄養士さんにいろいろお話を聞いてみました。花粉症は免疫機能の異常により発生するそうです。免疫細胞を整えるヨーグルトやキムチ、チーズなどの発酵食品を摂るといいですよってことでした。また食物繊維が多く含まれる食品を摂ってですね、腸内細菌の育成を促し、腸内環境を良好に保つそうです。そしてなんと西見のブランドさんにありますフキですね、1月から6月まで栽培されているんですが、なんとですね、岐阜県では養老町だけ栽培されているそうです。フキには食物繊維やミネラルが含まれています。古くから民間療法で咳を止める薬用として認められていたそうです。近年ではアレルギーを控える効果もあることが分かっているそうです。ひな祭りに作って食べるちらし寿司やいなり寿司にフキや老廃物排出効果のある旬の野菜を入れてオリジナルのちらし寿司を作ってみるのもいいかもしれませんね。西見のブランドのフキ、汁物だったり和え物、煮物にもぜひ今後活用していきたいですね。ということで、今月は笑顔が生まれる花手まり寿司をみんなで作っていきたいですね。ではまた。